源氏啓太、源氏啓太、源氏啓太、1912年、明治45年4月19日から1985年、昭和60年9月12日は、日本の小説家、富山市出身、旧生富山商業学校、現、富山県立富山商業高等学校卒、本名、田中富夫。ペンネームの由来は、平家より、源氏が好きなことと、鳥という字が好きで、 経過とすると、昔の武士の名前のようになるという理由。長男の他中継ネはロシア文学研究者で、東北大学名誉教授。父は、富山の置き薬売りで、家庭は豊かではなかった。七人兄弟の末っ子だったが、兄、姉たちとは、年が離れており、源氏が物心つく頃には兄、姉たちは家を出ていたため、母と二人で暮らす。富山商業学校時代は、 中山明に指示して、死を書いていた。死死、新種脈の同人には、友人で詩人の川口清がいた。1930年、大阪の住友合詩会社、1937年に、住友本社に、海祖に入社し、経理課長代理まで昇進した。戦後の財閥解体時は、GHQ からの指示で、住友本社の生産事務を担当した。 その後は、泉不動産、現、住友不動産で、総務部次長を務め、サラリーマン時代はずっと経理畑を歩んだ。そのため、後に、作家専業になった際に、数字に強いと、日本文芸家協会の経理担当を長らく務める、ことになった。なお、住友の大先輩に、重役の川田淳がおり、副業で小説を書いていることで、社内で文句を言われたら、 自分のところに来てくれればいいよと励まされたという。先に大阪に住んでいたやはり文学青年だった長兄の影響で就職後に小説を書くようになる。戦前は副収入も兼ねて様々な雑誌の検証小説に応募した。その頃は投稿のたびにペンネームを変えており、1934年花田春記名義で発表した村の代表選手が 放置新聞のユーモア賞を受賞し、初めて活字になる。翌年、源時啓太のペンネームで、明日も青空をサンデー毎日に応募し、加作入選する。また、婦人公論が女性に限るとして、死を募集した時は、偽った女性名のペンネームで応募し、入選したこともある。1944年6月に海軍に招集され、舞鶴防衛隊に配置される。 後、無線教育を受け、1945年6月には、特設苦戦定第七府久川丸に、伝探兵として乗り込み、終戦を迎えた。戦後は、会社の給料のみで暮らしていけなくなったため、さらに本腰を入れて、小説を書く。ペンネームも、源氏形態に固定して、1947年に、短編、タバコ娘を、オール読み物に発表した。これは、 タバコにマニアックにこだわる男を描いた作品だった。1948年には大阪新聞に初の長編、オンラインなすべしを連載、同年に最初の単行本として刊行される。また、大阪文壇に大きな力を持っていた藤沢武雄に対抗して作られた作家集団、在阪作家クラブに参加し、長谷川公園、ウイム州、モテギソ 京都の浦ーラを知る。1948年、宇野千代が社長だったスタイル社が創刊したスタイル読み物版に初のサラリーマン小説である浮気の旅を発表する。この作品は好評で日本文芸家協会編の現代小説選集にも収録された。以後、それまで日本文壇でほとんど書かれたことがなかった。 サラリーマンの人生の引劇を描いた小説である、サラリーマン小説を書き続けるようになる。1948年12月、住友の子会社、泉不動産の総務部次長として、東京に赴任。1950年には、サラリーマン小説、随行さん、目録さん、牧石にあらずで、上半期、下半期の直木賞候補になる。そして、1951年、 英語屋さん他で第25回直木賞を受賞する。同作は通訳専門の食卓社員として採用された通称英語屋さんと他の社員たちとの交流を描いた短編小説で実際に住友社内にモデルとなる人物がいた。以降もユーモアふれるサラリーマンものの小説を多数発表し、サラリーマン小説の第一人者と呼ばれた。 1956年、作家に専念するため、金属25年目で会社を退職した。1958年より、直木賞選考委員を務めた。初期、中期の作品は、大半が映画化またはドラマ化されており、映画化作品は80作を超えている。特に、GHQ により戦前よりの会社の重役人が退社させされ、 本来重役になるべきではない人物たちがサラリーマン重役になったという連作短編集三等重役は三等重役という言葉自体を流行させるほどの反響を呼んだ。河村霊吉が社長役森重久也が人事課長役で1952年に東宝により映画化もされヒット作となった。この映画は河村が死去したために森繁が 社長役となって、社長シリーズとして、シリーズ枯れ、東方のドル箱映画となった。現氏は1961年に、東方の監査役に就任している。また、1955年に発表された、七人の孫も、森重主演で、テレビドラマ化され、人気を博した。中野実などのユーモア小説の流れを組んで、軽妙な筆致で恋愛を描き、1961年に、 婦人公論に連載された、オンミは、金で買われることから始まった、男女関係が恋愛に結実するまでを描いて、当時の独身男女の恋愛至上主義に鋭い批判を突きつけた。1970年代頃からは、従来のユーモアものに、物足りなさを感じて、ブラックユーモアを思考し、会社内に恨みを持ったサラリーマン幽霊が現れる、小説など、幽霊もの、 妖怪物を多く発表した。1971年、幽霊になった男、口紅と鏡などの作品で、吉川英治文学賞を受賞。ユーモアとペーソスの裏に潜むニヒリズムが、前面に出てきたとも評価された。戦争中に海軍に所属していたことから、池島信平と、戸帰りはじめが創設した、文人海軍の会の会員だった。他の会員は、阿川博之。 豊田城ジョーなど楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。